丸の内八重洲ビルジングは、かつて日本の東京都千代田区丸の内2丁目6番2号に存在した三菱寺所の貸し事務所建築。本、建物が所在した東京府東京市麹島地区、八重洲町1丁目一番地の地は、かつて三菱の建築を担当する部門であった丸の内建築所の事務所として、1891年に、 建てられた建物後に設けられた三菱運動クラブの諸施設が所在していた場所にあり、同施設も一部が本、建物を建設するため1925年に取り壊され、跡地に本建物の建設工事が1926年に寄工され、1928年に竣工した。1937年に三菱自所株式会社が設立された後は三菱合資会社所有のもと、 三菱辞書が管理を行っていたものの、1945年3月に三菱合資会社本社より、敷地、建物が当時の350万円で現物出資として三菱辞書に譲渡された。終戦後は1946年4月に占領軍に接収され、1956年2月3日に返還されるまで米空軍宿舎、ヤエスホテルとして使用されていた。 春工当初の名称はヤ重スビルジングであったが、1962年6月1日に丸の内ヤ重スビルジングと改称された。改称の理由について、三菱辞書社誌によれば、建物がヤ重ス側にあるように誤解されるという苦情が、テナントよりあったためだとしている。2004年、三菱辞書は丸の内再構築の第二ステージ第一弾として、本、 建物を含む3区画を取り壊し、跡地に丸の内パークビルディング及び、かつて文化庁が重要文化財指定を検討する中、三菱辞所が抜き打ちに解体した東9号館を三菱1号館として、レプリカとして再建する三菱商事ビル、小賀ビル丸の内八重洲ビル建て替え計画を発表。同計画の発表を受けた日本建築家協会は、 昭和初期の歴史的建造物である本、建物を保存する、要保存要望書を三菱辞書に提出したものの、三菱辞書は聞き入れず二千六年七月に解体された。再現されたレプリカの三菱一号館は、三菱一号館美術館として利用されている。また丸の内パークビルディングの外壁には、本建物の基段部、戦闘部を連想させる造形がなされており、一部の、 石材も再利用されている。鉄骨鉄筋コンクリート構造の地下1階、東屋付地上8階建て、高さ100尺にして、延べ床面積18,379平方メートルの規模があった。外観は小松石の荒い質務による、基段部を持つ山荘の衣装、コーナー部分に配した先頭を持つことなどを特徴とした。設計は後に、 三菱辞書の社長に就任する藤村明によってなされた。思考は大林組。AB、丸の内100年の歩み三菱辞書写詞上巻308から311ページ。丸の内100年の歩み三菱辞書写詞上巻494ページ。下巻62ページ。AB、丸の内100年の歩み三菱辞書写詞下巻118から119ページ。 三菱91号館解体作業の即時中止と保存に関する要望書日本建築学会1968年3月26日付丸の内再構築が広がり深まる第2ステージへ三菱商事ビル小賀ビル丸の内アイスビル建て替え計画の着手決定三菱事書ニュースリリース2004年3月30日付二千十一年三月十九日 閲覧 AB、丸の内アイスビルの保存活用に関する、要望書日本建築家協会2005年10月11日付、2011年3月29日閲覧、ディスインファイルズ、朝日ガラスのグラス、プラザプロ2011年5月17日閲覧。ありがとうございます。